今回はですね、南大東島探訪ということで、どこだよっていう人も多いかと思うんですけれども、台風中継なんかでね、有名な島なんで、紹介していきたいと思います。まずですね、飛行機と船で行くことできるんですけれども、おすすめはですね、船ですね。このですね、カゴに乗ってですね、これクレーンで吊るされて、こっちの船から降りたり乗ったりできるんで、荷物扱いされてるんですけれども、なかなかね、珍しい体験ができると思うんで、この方法を、船で行く方法をお勧めします。場所なんですけれども、那覇からですね、この泊港から出るんですけども、船で400キロぐらい。半日ぐらいですかね。どうしてもね、時間のない人は飛行機で行くこともできるんでね。この南から北とかね、なんか予約がちょっと大変なんですけどね。船も予約大変になったりするんで、そこら辺はね、ぜひ問い合わせてみてください。で、南大東空港なんですけれども、今のね、空港がここにあって、昔の空港がここですかね。で、これ日本軍が作って戦争中にですね、伸ばしたらしいんです。結局使われずにですね、終わったというところなんですね。爆撃とかね、あったんですけどね。ここに海軍防プールという、海軍がですね、海軍のこの印を立てたところがね、今プールになってて、プールみたいな四角になってね、入れるようになってるのと、ここら辺ですかね、展望台のところに監視所跡がありますので、そこを紹介しています。ここにバリバリ岩とかね、星の洞とかね、ここにゴルフもね、あらかじめ連絡しとかないとできないんですけどね。たり、ここのホテル吉里もね、いいホテルで、秋篠宮殿下がね、泊まるときに建て直したらしいんでね、借金がまだ8億あるって言ってましたね。ぜひ泊まってあげてください。あと、ここに大東寿司とかね、美味しい蕎麦屋、大東蕎麦ですかね。大東寿司が食べれるところとか、お蕎麦屋さんとかね、あるんで、おすすめの場所です。ではですね、これ海軍防プールなんですけど、私船とね、飛行機で2回南大東島行ったことがあって、これ2回見てるんですけども、いつもこの東側にあるんですが、荒れてますね。基本的にあんまり泳いでる人も見たことないですし、観光客もあんま見ないんですけど、台風中継で有名な島なんで、風とかはやっぱ強いですね、波とかね。このね、長方形になっててですね。綺麗といえば綺麗なんですけど、海軍棒とか、その海軍の棒がね、立ってたらしいんですけど、今もうそれもなくてね。名前としてね、残ってる、プールっていう、海水なんですけどね。プールですね。で、入ろうと思えばですね、この時はちょっと、写真、映えも良くてですね。入れますけれども、ここがザプーン、ザプーンといつも来てて、ここ風がビュービュー吹いてるような状態にいつも感じます。で、こちらがですね、展望台があって、この島はね、島がすり鉢状になってて、見渡すことがね、それができるんですけれども、ここのね、奥のところにね、戦跡があって、見ていきます。これね、フェンス開けてね、この辺から入ってくるんですけど、電波探知塔と言われてるんですけど、どういうのよりね、ちょっと使ってたかとか説明はなくてね、なかなかわかりづらいんですけれども、昔のね、人工物が立ってるんだなっていうのがわかりますよね。ぜひね、皆さんも現地を訪れてね、行ってみたら、景色もいいですしね、いい場所なんでね、訪れてほしいですね。ここが中心地なんですけども、ほぼサトウキビ畑ですね。で、赤土ですね。で、ハブはいないんでね。安心して探検はできますね。で、外の方がですね、隆起してるんですけれども、外の方が高いから港が作るのが大変でですね。中の方が低くなってますね。
で、これはですね、4800年前ぐらいの地形なんですかね。その星の洞っていう鍾乳洞がすごくてですね、そこに行けばそのサンゴの化石とかもいろいろ見れますし、歴史の海底にあった歴史とかね、そういうのも感動できるような場所なんで、ぜひ、まあ、先生だけじゃなくてね、楽しめる場所なんでね、行ってもらいたいと思いますね。で、まあ、南大東空港はですね、まあ、これ昔の場所なんです。こうやって今、ラム酒のね、工場というか、この直売所みたいになっててね、なかなかね、この工場見学できなくてですね、この間も行ってもさせてもらえなかったんですけれども、その、ここの建物はね、名残を残してまして、まあ、そもそもこの空港がですね、日本軍がね、この建物は間違いますけれども、滑走路はね、日本軍が作って戦争中に拡張したけれども、なんかいまいち使えなかったみたいなね。で、爆撃にあってしまったみたいな場所なんでね。ただ、ちょっと最後に言いますけど、この滑走路ですね、あまりね、感じることができなくて、ちょっといろいろね、開発してて、手が入っててね、土地の少ない、まあ、島なので、まあ、一個かずれされてしょうがないんですけれども。まあ、あんまり戦績としてはここを見ることはできないんですけど、まあ歴史をね、学ぶ場所としてはいいのかなと思いますね。なのでぜひちょっと皆さん訪れてみてください。ね、南大東島ちょっと小さい島なんで、紹介短いですけれども、いい島なんで、ぜひね、行かれてほしいですね。まあ、船でね、行ったら泊まりながら行けるんで楽しいと思います。以上になります。ありがとうございました。